任期満了に伴う埼玉県知事選挙は野党が推薦する新人の元参議院議員大野元裕さんが初当選しました。粉骨再審頑張ってまいりますので、ぜひこれからもご指導のほどよろしくお願いします。昨日投開票が行われた埼玉県知事選では、野党推薦の大野元裕さんが92万3000票を集めて、与党推薦の青島健太さんら4人の候補者を破り初当選しました。大野さんは元外交官で参議院議員を9年間務めました。出産後の女性が仕事に就きやすい社会の実現を目指すと訴えていました。